はようございます、こんにちは、こんばんは。関口あゆみです。関口あゆみがファーストシングルをリリースできるのか、本日はプロジェクトの2日目でございます。この企画は、キャンプファイヤーという支援調達サイトを使って、120万円集まったらファーストシングルがリリースできるというものです。その支援をしていただいた方にはその金額に応じてリターンが、お返しがあります。詳しくは下にリンクを貼っておくので、キャンプファイヤーの詳細ページをご覧ください。あと昨日アップした動画でも説明をしてます。ということでこの企画が始まって2日目なんですが、おかげさまで17名の方が支援をしてくださり、合計がなんと18万円集まりました。ありがとうございます。とはいえ、ですね、この企画は120万円集まらないとプロジェクトが成功にならないので、例えば集まった額が119万円だったとしたら、それはもうプロジェクトが失敗で、もう全部お金はいただきませんし、制作もできませんし、リターンもありませんし、もう何もかもが白紙になります。120万円に達成したら、その支援額を、制作費に使って、楽曲ができて、皆さんにいろんなそれぞれのお返しがあるということになるので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。でももちろん絶対に失敗しないように頑張ろうという気持ちでやっておりますので、もう制作はじわじわとスタートしております。昨日はその、メインの曲じゃなくて2曲目のキー合わせをしておりました。あのデモの曲でこう撮ってみて、あ、ここのキーがいいかな、ここのキーがいいかなっていうやつです。どうぞ。つぼみのままじゃいられないし、このまま魔法のちょっとなんですけど、ここからね、もうもちろんまだデモなのでガラッと変わっていきますので、楽しみにしていてください。そしてこれもプロジェクトが失敗したら全て水の泡なので、引き続きよろしくお願いいたします。で、嬉しいこともあれば、まあ、悲しいこともありまして、昨日の動画のコメント欄、結構辛口なコメントをたくさん見させていただきました。でもね、もちろん覚悟してましたし、そういういろんなことを言われるものだと思って取り組んでおりますのでいいんですけども、その誤解は解きたいと思って、断言しますね、体は売りません。リターンの中に、そのデートをさせていただくだとか日帰り旅行をさせていただくというプランがあるんですけども、それももうすでに本当におこがましいなと思いながら入れてはあるんですけど、それによってね、その行ったらなんかあるんじゃないかとか、性的なことがねあるんじゃないかとか、体を売ってしまうんじゃないかとか、あとFacebook の方にもリアルに本気でお願いしたいんですが、ホテルにはいくらで行けますかみたいのもいただいております。行けません。そんなね、売春じゃないですか。そんな犯罪は私はできませんので。でも、まあ、でもこんなこと言いながら、そもそもまだデートとかそれ行けも来てないんで、それを言うのもなんかすごい変な気持ちではあるんですけど、そんなのはありません。で、真面目な話ばっかりでね、本当に申し訳ないんですけど、そもそもがね、 CD を出すのが目的とか、出したらやったとかじゃなくて、それがお客さんに届いて楽しんでいただけてっていうところがありきのことじゃないですか。そういう気持ちでやってるのに対して、そんなね、体を売ってだとか、そんな人が悲しむようなことをして作るっていうのはもう本末転倒なので、そのあたりはくれぐれも、よろしくお願いいたします。ネットのニュースにも
いくつか取り上げていただいて、まあ、それもねよく書いていただいているところもあれば、そういうまあちょっと辛口なことを書いてあるところもあったり、まあ、私はそのなんていうんですかね、辛口なことは全然ありがたいと言いますか、ちゃんと意見として受け止めるんですけども、その誤解は解いておきたいなと思いまして、とりあえず体は売りませんし、そんな売れるほどの体もないのに、本当にもうなんか本当に自分で言ってて恥ずかしいんですけど、そうなんです、はい、ご了承ください。そういうことで、まあね、こういうふうにね、まあ、誤解も解きたかったので、ちゃんとコメント等がっていうのを取ったんですけど、明日からはもうちょっとこういろいろとラフに、まあ、今もラフなんですけど、進行状況を報告しつつ、いろんな動画をアップしていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。ちなみに明日はですね、私24時半から阿佐ヶ谷ロフトというところで東京ネーミング協会というトークイベントに出ます。お笑い芸人さんとか作家さんとか俳優さんとかミュージシャンの方とか、私今回がそのイベントは3回目なんですけど、私が出るのは初めてで、以前お客さんで見に行ったことがあってすごく面白かったです。で、もう出てる方も本当面白い方ばかりで、本当になんで、場違いかもしれないんですけど、参加してきます。で、夜中から朝までなので、すごいすごい楽しみではあるんですけど、すごい緊張もしています。もしお時間のある方はぜひともぜひとも遊びに来てもらえたら嬉しいです。はい、ということで、話は戻りますが、このプロジェクトが成功するのは皆様にかかっております。引き続き、そして初めて見てくれた方、応援よろしくお願いいたします。また明日。